皆さんこんにちは、ことみチャンネルです。いつもご覧いただきありがとうございます。今回はこのスモーカーを使って自家製のベーコンを作りたいと思い、ここ神奈川県の相模川に来ております。ワンちゃんは暑いのが苦手なので早朝から来てみたのですが、暑い、もうダメだ、蒸し暑い。また大粒の雨が降ってきました。また降ってきたよ。閉まないよ。なんでさっき閉まったのに、そういうこと膨らんだの。せーの、よ、わ、わわわわわ、あれ焦げてない、これ。なんだか大変なことになっていますが、自家製のベーコンは上手にできるんでしょうか。この日、私たちは朝の3時半に起きて、5時に相模川に到着しました。楽しくなってきた。あー眠い。朝だから眠いね。スモーカーを買ったので、今日は自家製のベーコンを作ろうと思います。ベーコン作る前に、ちょっとチーズとかね、先にやりたいと思います。じゃあ、まずはここに、このスモークのチップをね、入れます。10分でだいたい大さじ1から 1.5 っていうことなので、まずウインナーとかこっちゃんのねスモークチキン作るので大さじ1、はい、入れます。このくらいかな、大さじ1ね。汚れ防止のために下皿にアルミホイルを巻きます。で、アーモンドとトリュフのやつ。わー、ハエがいる。ハエ、これ何。わー、わ、しつこい。こっちゃんのささみはこれ1回ね茹でてきてます。あげるよ、お座り。あ、はい、うん、こんなもんかね。雨降ってきちゃった。じゃあこれでね、もう蓋して10分測ります。3、2、1、いきます。開けます。あれ、弱い。強くして、もうちょっとやります。ちょっとすごい匂いしてきた。あれから3、4分、あ、そう、こうよ、こういう感じ。あ、いい感じだね。ちょっと見てみます。あ、いいじゃん、もうこのくらいにしようかな。これも早くさ、やらないとベーコン40分やるから。あ、でも何これ、わお、わあ、おいしい。買っちゃよかったね。買ったのででもらったの。じゃ次ね、ベーコンやります。ベーコンやるので、ベーコン40分やるので、これを大さじ5で、豚のバラ肉を塩と胡椒で5日間冷蔵庫で寝かせたやつです。あ、皮の方を下にするっつってた、さっき書いてあった。これはね、私たち用のスモークチキンで味付けがしてあります。じゃあこれでまた火をつけていきたいと思います。ホットドッグできました。燻製のソーセージ、ウインナーで作ったホットドッグ。いただきます。うん、うん、美味しいよ。うん、すごい燻製の香りがすごいする。こっちゃんのささみ、味付けしてないやつ。うん、すごいいい香り。いい匂いだね、ごとみ。美味しいね。そう、燻製した、あの茹でてね、燻製したのって、うまい。美味しいね。あ、うん、もう美味しい。だって周りがさ、ちょっと硬くなるのも美味しいし、食感も美味しいし、あー美味しい。美味しい、うん、美味しいけど、うん、もう口の中は燻製に慣れたから感動があんまない。そうだね。にぜ、あ、全然熱くない。なにこれ、消えちゃった。あ、え、ほら全然だもん。一回やり直します。
はい、こっちゃん、じゃあお散歩行きましょうね。お散歩行こう。お天気じゃなくてよかった、曇りでよかった。これ暑かったよ、荒れたらねえ。ね、こーちゃんさ、せっかく川だからさ、川の方行ってみようか。川の方釣りしてるね。何が釣れんのかな、行ってみる。行こう行こう、ちょっと待って、早い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 、待って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 。あと5分なんだけど、ちょっと一回開けてみます。あれ、煙がさ、本当はもわーってもっと出るはずなんだけどな、帰れない、暑くなっちゃうのに。どんどんちょっと強くしたらこんな感じで煙出てます。ほらーすごい、ね、ベーコンの色になってる。ベーコンっていうかさ、チャーシューみたいな。チャーシューみたいだね。ちょっとね、蒸し暑くなってきたので、こっちゃんは車の中で休んでます。ちら、こっちゃんできたら呼ぶからね。待って、休んでて。ちょっとこれね、ひっくり返します。あらー美味しそう。あ、ほら肉汁ね、すごいね。ほんとでもさ、こんなベーコン分厚いけどさ、火通るのって感じするよね。じゃあまたこれで今度こそ、ちょっと待って待って、ふたふたふた、ちょっと20分やりたいと思います。女子で閉まないよ。なんでさっき閉まったのに今度閉まないって、なんで、どういうこと、膨らんだの。よし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 、それでまた20分やります。また大粒の雨が降ってきました。また降ってきたよ。ちょっとお願い、ベーコンができるまで待って。ベーコンまだだったので、もうちょっとやってます。チキンはね、いい感じです。ほら、いい感じだね。ねえ、美味しそう。あ、いい感じだよ。こんな感じです。ねえ、しっかり色がついてる。うん、手作りベーコン作ってます。はい、どう？うわぁやばい、うまい、これどう？そんな？でもしょっぱいって言った。あ、ほんと？しみこんで、うわぁ、しょっぱい、あ、しょっぱい、塩やりすぎたのかな。でもね、どう？え、そんなしょっぱい？いただきます。あ、おいしい。あ、なにこれ、プリプリだよ。あ、しょっぱい、しょっぱい。あ、もうしょっぱさが来ちゃって、燻製が来ない。サラダ、これね、オリーブオイルと塩でね、食べようかと思ったんだけど、オリーブオイルだけでいいかも。なんだって。オリーブオイルだけでいいかも。そう、これ、ね、燻製のお塩、この燻製のお塩すごい美味しいです。これもクック&ハインダイ、ハインダオヤマ、ダインハヤマ。これいいんじゃない、なんかすごい焦げてないかしら、これ。うん、開けます。せーの、よ、わ、わわわわわ、あれあれ、焦げてない、これ。見て、これすごい、自家製ベーコンできました。すごい。で、これね、周りの油を拭き取らないと油で真っ白になっちゃうから、そう、こうやって油を拭いてあげるんだって。で、これで
冷蔵庫でね、2、3週間ぐらい持つんだって。うん、保存料も何もないのにね、すごいよね。で、だん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 熟成されて、時間が経つと本当のベーコンっぽくなっていくんだって。だって今チャーシューだ。うん、そう。ちょっとさ、出来たて食べてみる？あら、ほら、ちゃんと。本当チャーシューだね。ベーコンって感じじゃないね。はい、どうぞ。あ、うん。どう？しょっぱい。あ、やっぱしょっぱいんだ。すんごいしょっぱい。さっきよりしょっぱいよ。そうだと思うよ。だってステーキやるよりも5倍ぐらい強めにって書いてあったから。すんごいしょっぱい。あらららら。あら。でもさ、すごい燻製の味と、あ、熟成されたらベーコンになるんだなって、なんかベーコンの、まだ赤ちゃんの味。ね、そうだね。多くベーコン、ベーコンいるよね。ベーコン。これ冷めてからサランラップしないとダメなんだって。温かいうちにラップをすると内側に汗をかいてしまい日持ちがしませんだって。ベーコンエッグしようね。これもクック&ライン葉山で買った鉄のフライパンなんですけど、これで食材焼くと驚くほど美味しいです。だって、あ、いいじゃん。あー、すごい。ベーコンとキノコの炒め物も作りたいと思います。はい、やっとできました。もう8時45分。5時半に来て3時間いる。ベーコンが意外と時間かかった。ねえ、こっちお腹すいた、食べよう。じゃあ食べましょう。ちょっとベーコン冷ましてます。すごいね、これ。これ食べてみよう、ベーコン。ベーコンがしょっぱい。しょっぱいね。でも美味しいよ、味は美味しい。ちょっとこれキノコのも食べてみよう。うん、あ、美味しい。うん、どうぞ。サラダ。うん。喉乾く。しょっぱい。うん、こっちゃんもご飯食べようか。じゃあ、こっちゃん、ほら、こっちゃんな、これスモークチキンサラダと無糖のヨーグルト。はい、どうぞ。おいしいですか、こっちゃん。おいしいね。美味しいね。暑い、暑かったね、ことみ。今日曇りでよかったよ、本当。雨が降ったり大変だったけど、じゃあ今日は以上になります。また見てね。長い動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画がいいなと思ったら、いいねやチャンネル登録、コメントなどを残してもらえると嬉しいです。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。